こんにちは。こちセら。ンターシリアルの、ビデオ。今回も、リモートで、松岡さんと二人で、話したいと思います。松岡さん、なんか、ネタを持ってるらしいんですけど、今回ちょっと 録画環境、僕の方で録画してるんですけど、いろいろちょっと調整中で、今回、Teams のやつをキャプチャーして出してる関係で、僕の画像がアイコンで下に出てるんですけど、なんかこうマウスを動かさないと勝手に閉じちゃって、松岡さんの顔が大画面でこうバーンって出てる感じ。なんで、頑張ってください。よろしくみたいな。僕はほぼ映りませんみたいな。っていう感なんじ。か今回、松井さんあれですね、はいはい。なんか映像がなんか綺麗になりましたね。ああ、そうですね。僕の個人の YouTube アカウントで、そのゲーム配信見てる人は気がついてると思うんだけど、まあちょっとミラーレス買ったので、なんかまあそれでちょっと美しく。あ、でもね、この話してるけど、基本映ってません。録画されてません。松岡さんの背顔が景がぼバやーンけてと。たみたいな。ああ、そういうこと。あ、そうそうそう、見えてないですよ。ちょっとうちあれですよ。裏がちょっとごちゃごちゃしてる。まあ、それうちもそうなんで。俺あれかな。は背い。景変えればいいのか、もしかして。ああ、なんかそういう機能追加されたんでしたっけ？やっズてみームはよなんかできるとか言ってたけど。う。どうでもいいけどやってみようかな。僕が私的に気になるのは、この右端の方に、そっち左かもしれないけど、キムワイプがちらっと見えてるとか。気になるよね。キムワイプあるわ、みやっぱあるからね。たいな。あ、なんか出てすこない。げえ。なんて、ずっこう、なんか、いいとこに住んでる感じ？ 悪く言うと何もない。でも、合成感があるじゃないですか。うん、確かにね。ちょっと角度といい、不自然に思うことがあるみたいな。もっとあれじゃないですか。カメラを真正面に持っていけば、あ、どこの店ですか、それ。まあいいや、ちょっと置いとこう。これどうしよう。消そうかな。いいよ、いいんじゃないですか、別に。まあ、それでもいいけど。事実はこれで。はい。ちなみに、あれですはいよ、最近パソコンを買い替えてですね、はい。あ、そう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 。はい、今まで Surface Pro 4でやってたんですけど、なんせこの、まあ、コロナ禍の中、まあ、セッションもオンラインでやる機会がまあ多くて、で、オンラインで配信しながら、ビジュアルスタジオをこう立ち上げて、ウニョウニョするとですね、なんかこうパワー不足で、オンラインが切れるっていう で、ちょっとね、思い切ってな変えてるみたんでほす。どね。それは何？でも今だとさ、なんか選はい。択って別にノートじゃなくてもいいような気がするんだけど、どうせ家から出ないしみああ、たいな。そうででももちょない。っとごめんなさい、うちがその、何でしょう、今2階なんですけど、その1階でやりたい場合もまあまあまああってですね、なるほど。エアコンの稼働台数を減らすみたいな話になってて、そうか。はい、ちょっとこの直前も下にいたんですけど、なるほどっていね。うのでちょっと、で、やっぱり前と違って、その前は毎日持ち歩いてたんですね、会社まで、まあ、電車乗って。なので、その軽さ重視で、Surface Pro を使ってたんですけど、もう今そんなに、まあ、自宅で、在宅勤務状態なので、そうですよね。なのでそんなに軽くなくていいかなと思って、ちょっとプロはやめちゃいました。なるほど。こっちをね、1台ね、ミニ PC 買ってて、で、そいつはね、いよいよなんか、なんていうか、メインマシンの環境を Ubuntu に移行したくて、なんだけど、今メインで使ってるのはもちろん Windows 10なんだけど、まあ、それいきなりなんか、Ubuntu に入れ替えると、何か問題があった時に、いろいろリカバリが大変なんで、とは言いつつ、なんか VM で動かしてるとね、ちっともね、なんかメインマシンになった気分にならないんですよ。あ、普段 VM なんですか？あ、違う違う違う、使うときはね、どうしても使いたいときは Ubuntu は VM で動かしてたんだけど、だけどそれだとメインマシンにならないじゃないですか、結局。で、WSL2 のもうなんかひょっとしていけるかもと思ったんだけど、やっぱりなんかね、なんか触ってる感じ、いやーなんか微妙だなと思って、で、まあ、やっぱりなんか実、リアルマシンがないとダメかなと思って、で、まあ1台なんか、その小規模だけど一応開発には使える程度のものというのを、
あの目標に1台ちょっと用意して、でそっちにその Ubuntu の環境をガーッとあの普段使いできるレベルでどのぐらいいけるかみたいなのを検証のために入れてんで、今使い始めてるところですね。で、一番僕のネックは一番あの最大なのはあのビジュアルスタジオがあのもちろん Ubuntu の上では動かないので、なのでそれをどうするかみたいなのがあって、うん、VS コードですか？あ、いや、ライダーですね。すいません、申し訳ないですけど、ライダーです。で、あの、ライダーも、ほんとね、前の、あの、昔、2年ぐらい前に触ったやつは、ああ、ダメだ、なんか、あの、もうこれもなんか、あの、好きな人には申し訳ないですけど、あの、インテリジェイデアと、まあ、やっぱり操作感とかほとんど同じような感じで、僕はあれが馴染まなかったんですよ。なので、うん、あの2年前のライダー触った時には、あ、これダメだ、僕には無理だわとか思ってたんだけど、最近徐々にね、なんかインストールする時のオプションで、そのビジュアルスタジオのその、キーコンフィグとか、そういうのを指定してやると、まあ、かなりいい感じになっててですね、あんまり操作にまごつくこともなくて、なんか操作感も良くて、で、なんか、あ、これならいけるかもって思ったのも、なんかその Ubuntu をメインマシンにしてみたらどうだろうと思ったことの一つ、理由の一つだったんですね。で、うん、今ね、実際なんかライダー使い始めて、あの、開発は基本的になんかそっちでやる、できるだけそっちでやるみたいな感じでなんかやってきて、で、ここ1ヶ月ぐらいかな、もう使ってるんですけど、まあかなりいける感じ。で、あの、他にその Windows 環境で使ってるアプリケーションとかも代替品とか何があのいけるかみたいなのをちょっと検証して、まあ、あのうちのあの Slack にその、あの検証記事上げてるんですけど、まあなんか大体8割ぐらいかな。8割ぐらいいける。昔は6割とか4割って感じだったんだけど、8割ぐらいいける感じになったんで、もういよいよ射程距離に入ってきたかなっていう感じがしましたね。うん。うん、Windows 離れをしたい事情があったんですか？あのね、最大の問題はですよ。最大の問題は IoT なんですよ。何を言ってんだお前はって思うかもしれないけど、IoT なんですよ。わかります？言ってる意味。どういうこと？いや、わかります。あの、要するにさ、あの、僕らデバイス買うじゃないですか。ラズパイに始まって、ナノパイも買ったし、この間。全部 Linux じゃないですか。で、大体デビアンなんですよ。で、うん、そう。で、なので、デビアン系列の Ubuntu が使えるっていうのは、なんか、まあ、かなり感触的に近しいので、なんか、そう、例えば、ラズパイ使うときにも、その、僕は、あの、なんか、頭の、その、スイッチングコンテキストは、あの、こう、切り替えるのは遅いので、なので、こう、Windows 10と、その、Linux 環境を行ったり来たりするのは、すごい苦痛なんですよ。だからできるだけと、うん、近しいかあるいはほぼなんか統一したいみたいなのは思いとしてはずっとあったんですね。だから、うん、もうなんかここまで不便感じてるんだったら本当になんか今Ubuntu を使うのがあのこう苦痛はあるんだけど、もう Ubuntu に慣れてしまった方が楽なんではないかとか思い始めて、で、まあ、それもその移行するしてみるっていうのを、まあ、トライアルのその理由の一つだったんですね。それはあれですかね、松井さんの活動しているものの比重に IoT が増えてきてるっていう感じですか、うん、あの物理的なもので言うとね、デバイスいっぱいあるじゃないですか。ラズパイはなんか3個ぐらいあるしさ、なんかあの、ナノパイもこの間買ったしさ、なんか他にもいろいろあるし、あの、まあ、他にその、僕なんかその、ドットネットやってるから、その Windows っていう流れではあるんだけど、昔からその Unix 環境は触ってきた、あの、こう経験はあるので、まあ、全くゼロではないんですね。だからまあそういうこともあるので、うん、まあそれはできるんだったら、まあなんかあっちに移行したいかなっていうのはちょっと思いとしてはある。そう、まああとは。まあ最近どうしてもビジュアルスタジオ触ってる時間が長いですからね。はいはいはい、はい。IoT でも。うん、あIoT では、あ、スフィア。スフィアもそうですね。あとあの、アルディナ ID の絡みの、まあ、あの、うん、お仕事とかもまあ多いですけど、アルディナ ID のそのプラットフォームとかも、うん、僕はビジュアルスタジオで編集してやってるので、はいはいはい、それは何 VS コードじゃダメなんです？ VS コードだとその操作感が慣れてないっていうのが、ね、さっき言った。まあまあ やっぱりね、やっぱりそこにたどり着くんかなっていう、うん、やっぱり手に馴染むか否かみたいなのはその人それぞれにあるので。
でもさっきの話でパソコン入れ替わっちゃって、ビジュアルスタジオ入れ直しじゃないですか、PC 変わったら。ショートカット機変わっちゃって、ちょっと最近はね、だいぶイラッとしながらね、なるほど。やってますえ、で、ショートカットミーとかいじったりするんです？けど。いや、ちょっとね、どこをいじったら前の状態になるかがもう分かんなくて。僕はなんか、僕は昔の、ビジュアルスタジオ6のショートカット機でやってたんですね。そういうことですか。で、今、なんかどれ選んでもそれに合わないので、なんかうーんと思って。なるほどね。ショートカットキー、僕ね、コピペとか使うんだけど、あんまり使わない方なんですよ。なので、かえってそれが良かったのかもしれないですね。なんか移行するのも。ライダーもだから、なんていうの、そのショートカットキー駆使して、バリバリ VS 触ってる人から見ると、全然ダメだ、こいつって思うかもしれないし。そこは、そういうことはあるかもしれないですね。なるほどね。なんか、VR スタジオが最高かっていうと、ちょっと他のものあんま使ってないんで分かんないんですけど、まあ、どうしても最初に慣れ親しんだものからで、こう切り替えるのもなかなか辛いものがイデアというか、アイデアはね、僕はダメでしたね、もう本当にダメで。今でもダメかもしれないけど。まあ周辺系もあるかな、そのワード、エクセルとか。検証はね、結構、アプリケーションで20か30ぐらい検証したんですけど、スラックに上げたんですけど、それの中でも、一番問題になったものの一つは、やっぱりオフィスかな。で、事実上、オフィス365経由で連携で使われてしまうと、そうすると、オフィスウェブアップしか選択肢がないので、ちょっとかなり苦しい感じですよね。だから、ファイあ、ルそっか、を、でも、ウェブ版ありますもんね、オフィスはね。いや、それね。ね、じゃ今日この話見んじゃないからね。いや、やめときます やめときます。ちょっとじゃあ今日の本題に行きはい、ましょそうですね。本題いきましょう。で、今日はちょっと以前に、ツイッターで、松井さんがつぶやいてた、松井さんがつぶやいてた、僕のつぶやきに松井さんがコメントを入れてたのが、もうちょっと深掘りしたいなと思っています。これどうやって画面出すんだろうな。ちょっと待ってね。スクリーン共有とかで出せるんじゃないですか。ちょっとね、これでどうだ。出ました、出ました。出ました。出てこまれす。ずいぶん前、4月のツイートですけど、これちょっと上の経緯の文章がないんですけど、C++ で、組み込みの開発をするときに、継承の機能って、使われているのか否かみたいなちょっと話題があって、で、それにちょっとコメントしてたんですね。で、アルデュイノのライブラリとか、エンベドのライブラリでは、C++ 使われてて、継承も、実際使われてますよってコメントを出しましたと。で、それに対して、ちょっとここの怖い人がですね、赤い怖怖い人くないじゃん。もう。C++ で組み込みなら継承は使わずに、テンプレートでやったらいいんじゃないですかそうですね。っていただきました。これ確かにそうだなとちょっと思ってるところがあるんですが、これちょっと思ってるだけで、いや実は大きな勘違いかもしれないので、ぜひちょっと直接この件についてなるほど。この件について話し合い。怖いところまで話をしたいと。いや、そう怖くか。ない。怖くないと思います。怖くないでしょ？ で、え、じゃあ、えっと、じゃあ、なんか、継承使おうっていうのはどうしてなんです？そもそも。どういう時に継承使うんですか？ですね、そうですね、なんか具体的な例がないと難しいと。例えば、僕が作ってる、グローブドライバーパッケージっていう、うちの製品のグローブのセンサーを、データを読み取ったりする、ライブラリを作ってるんですけど、で、そのライブラリを、アルディードのプラットフォームとともに、エンベッドにも対応させたいっていうような場合に、使ってますね。なるほど。で、それは、いわゆるISKIC とか GPIO の、
命令が、まあ、アルディノとエンベッドでは呼び方が違うので、まあ、あえて自分で抽象化したものを作って、で、それを継承してアルディノ用とかエンベッド用っていうのを実ああ、体なるほどね。派生クラスが、その、個々のそのプラットフォーム向けの実装を持ってるみたいな感じですね。そうです、そうです。ああ、なるほど。ちなみになんか、まあ、C プラプラには、C シャープでいうところのインターフェースはないんだけど、純粋仮想関数で構成されたクラスを定義しておくっていう手法は使います？あんまりないかな。ちょっとあるかあんもしまれりないでなすい。けど、あんまりないかあな。んまりない。まあ、そこまで、言ってそこまで複雑でもないからってことはあるのかもしれないですね。まあ、なんか、OOP の世界もまた、なんか、こう、怖い人たち多いんだけど、OOP の世界でも基本的に継承は使わない方がいいって言われていて、継承よあ、り、そうなんですか。継承より、まあ、異常を使った方がいいっていうようなことは、なんかよく言われてるんですけど、まあ、その昔ながらの、いわゆる C プラプラで言われてるところの OOP は、OOP でやるんだったら、まあなんかこう、いわゆるその今言ってたインターフェース実装みたいな形で分離した方が、まあより好ましいかなって気はしますそれはなんか、なんでなんですか？ね。なんか実装してた時に経験があるかもしれないですけど、例えば、そうだな、なんかその規定クラスを定義した時に、その規定クラスの中に、そのなんかあるロジックで、その例えばじゃあエンベッド向けと何々向けでは、なんかちょっと微妙に違うやつがこのなんか規定クラスのここの実装にあるんだけど、みたいなめんどくさいことになったことはないですか？それ、セオリーでは派生クラスにどうにかしてその実装を持っていくためには、なんかメソッド分割して、で、そのメソッドをなんか継承可能にして、で、それぞれに派生した方にその実装を持っていくみたいに、なんかそういうテクニックを使って分割していくんですけど、そういうことでなかったです。そういう意味ではちょっと今僕が言ったような例は、まあ、継承が必ずしも使わなきゃいけないケースじゃなくて、その多分インターフェース的な使い方なんでしょうね。だから、なんか、もし仮にその、規定クラスの実装は実はほとんど存在しないみたいな状況だったら、まあほぼその今言ったインターフェース的な使われ方を実際にしてるってことです。まあ継承してるんだけど。だからまあ、最初の第一歩としては、なんかそれを純粋仮想関数に変えてみるみたいなのは、まあなんかこう取り組むのにはちょうどいい題材かなって気がしますね。それはその、なんて言ったんでしょうね。どんなメリットが出る感じなの？ああ、つまり、その、複雑になりにくいみたいなのとかなんか。C プラプラで言うとちょっとわかりにくいんで、じゃあ C シャープで言うならば、C シャープって、要するに単一継承しかできないので、なので、なんていうんです、このクラスはほぼ実装としては、その規定クラスのこれを使いたいんだけど、一部の実装だけ、なんか別のクラスのあれが、こう、同時に実装できればいいのにとか思ったことはないですか？まあ、ちょっと具体的な例を出すのが難しいんですけど、それも。まあ、なんかそういうような時に、当然 C シャープだとできないじゃないですか。その多重継承とかはできないし。なので仕方がないから、まあ、そこはまあ暗黙に、結果的にはその異常の実装になるんだけど、まあ、そういうふうに別のそのクラス B の、メソッドを呼び出すようにバイパスするようなコードを書いたりとかするんだけども、まあ、そういうふうになんか、でも実はなんかそれって、そのインターフェース的にそのメソッドとかプロパティとかイベントとかが同じ顔をしてるだけで、実はなんか実装は、ま、全然まちまちのもの2つが存在するだけって状況だったら、いっそのことをそのインターフェースだけ定義されてればいいんじゃないの、その具象の実装は全然別のクラスでも構わないんじゃないのっていう発想ですね。それが元になんる。だろう。多分実際にやってることはきっとインターフェースに近いんだろうなと思うんですね。例えばその先ほどの例で言うと、アルディノとエンベッドではその呼び出すその API も違うし、まあ、そんなに大ぶれはないけども、まあ、考え方としてはその呼び出すその関数の順番なり、その前処理みたいなものは共通化できるから継承をある程度使ってるみたいな考えはきっとなくて。
もうインターフェースだけ合わせ込む。で、ん合わせ込んだインターフェースをその各センサー用のライブラリから呼び出すみたいなので、こう一段かましてるっていうぐらいの感覚だと思う。で、一方で今ちょっと僕が疑問に思ったのが、それって実際の作りの話だと思ってて、それをその純粋仮想関数で作った場合と、継承で実装した場合、何かその実行なりに違いが出るのかっていうところを気にしています。そうですね。なんか、まあ、これも例が難しいんだけど、そうだな。経験的には、まあ、結局は、例えば、そうだな。だいぶ前に思った IoT 絡みでもやもやしたのが、I2C の、I2C のその、各そのプラットフォームによって I2C にアクセスする手段ってバラバラじゃないですか。その、いわゆるその I2C のための、その、要するに UART 的なものに、ポートに直接直でそのバンバン叩いたりとかいうようなものを必要とする。要するにインポート、アウトポート、アウトポートみたいなのを自分の手でやんなきゃいけないってパターンと、それからなんかコードにこうインテリジェント化された、もうなんかめんどくさいことはほぼなんかその下のなんか専用の石がやってくれるみたいなので、その高度なそのインターフェースだけが生えているから、まあ、そこになんか命令を与えると結果が得られるみたいな、すごく楽ちんなその実装になっているものまで様々あるじゃないですか。で、思ったのが、なんかそういう、なんかこう、使い方に起因するようなもの、全然違うようなものが、その、こう、下のレベルのもの、仮想にあると、そうすると、それをなんか実装して、より高度なライブラリを作ろうとしたときに、なんか下の実装を切り分けるのに、なんか結構、なんか全然結局プラットフォームによって違う実装を要求されるというか、違う実装にならざるを得ないって場合があると思うんですよ。で、そうすると、継承でやってると、それがぐちゃぐちゃになっちゃう。継承のそのなんかあるメソッドを呼び出したときに、こいつは仮想メソッドだけど、実際に呼ばれるメソッドはこいつで。でもこの場合はこれでみたいな感じのものが、こう、なんていうんですか、その、継承が行われてるか否かに応じて、なんか暗黙に GoTo で飛ばされてるみたいなイメージになっちゃうんですよ、実装が。ありますかね。一番問題なのは多分ですけど、多分想像ではステート管理が、その全然違うステート管理を要求されるようなシチュエーションの場合に、その規定の実装というものがそもそも成り立たなくなる。で、そうなると、もうなんか、規定クラスがあって、それを継承するっていうのに全然メリットが出なくなっちゃうんですよ。で、そういった時に、あ、じゃあ、なんか別に規定クラスがあって、そいつを必ず継承しなければならないなんて制限がなくてもいいじゃんって、単にその、なんかメソッドの並びだけが一致してればいいんでしょっていう話になって、それがインターフェースにつながるんですね。インターフェース的に。だから、なんかそのクラスがあって、そいつを継承して、派生クラスとして実装するんじゃなくて、インターフェースにまずそのなんか必要なメソッド、外部から見て、それ呼び出せる形式のそのメソッドの羅列が定義されていて、そいつを実装するって形にした方が、なんかその中の内部の実装がどうぐちゃぐちゃになろうが、ぐちゃぐちゃっていうと言葉は悪いけど、ぐちゃぐちゃになろうが、そのなんか全部そのそれぞれのクラスの実装で吸収できる。で、しかもあわよくば似たようなデバイスに対するものであれば、まあそこは継承でやってもいいかもしれないっていう自由度が生まれるので、なので、その外部から見た、その、こうメソッド、まあプロトコルって言ったりするけど、そのメソッドの呼び出しの定義とか、そういうのは基本的にそのインターフェース定義として、まあ C++ で言うのは純粋仮想関数として定義して、で、そいつを実装させるようにすると。で、本当のなんか実装はプラットフォーム A、B、C とあって、B と C は似てるけどちょっと違うぐらいだけど、A と B、C は全然違うみたいなものでも、じゃあ A は A っていうクラス全部実装して、で、B と C はなんかこう、規定クラスを作って、派生クラスを実装してっていうふうにやれば、どちらにしろ、そのアプリケーション側に見えるもの、より上位に見えるものは、そのインターフェースだけでアクセスすればいいよねっていう話になるので、こう、シンプルになるんですよね。なので、なんかそういうふうにするのがいいかなと思ったよね。シンプルにしか実装できない足かせがつくのかなと思ってて。ああ、そうそうそう、そういうことですよ。
そうそう、なんでその今の、継承でやった場合と、純粋仮想関数でやった場合で、そのコーディングする側ね、同じ考え方に基づいてやってる。要は、継承でもインターフェースの考え方で実装してるんであれば、なんか大差ないんじゃないかと思っていて、その自由度が制限されることで得られる安心感があるのかなと思ったんですよ、インターフェースの方が。その必ず中でぐちゃぐちゃになりにくいというか。まあそういうメリットも、それはなんか多分、まあこれは実際の僕実が、行時とかどうなのかなっていうのがちょっと気になってます。今その話をして、それはまたトピックとしてあるんだけど、今その話は、完全にその設計の話ですね。今の範囲では設計の範囲だけど、設計の範囲で言うんだったら、インターフェースを設計した方がいいし、インターフェースはまあ C++ にはないから、まあ要するに代わりに純粋仮想関数で、定義で、クラスを定義するっていうふうにするのがいいっていう話ですね。まあ、それはなんか、やっぱりなんか純粋仮想関数使うことで、その総合のクラスのその依存がビチッと切れるというか、まなんかさそうにいうそことれ。ですよね。そういうことですね。だからそれそは、こを調整した方が、複雑になりにくいだろうと。まあ、多分整理されると思うんですよ。なんか、クラスからやり始めると、そうすると、なんかクラスを積み上げてって、あるいは変形させてって出来上がったものがたまたまなんかこう実装の、完成した姿みたいになってるんだけど、まあインターフェースから設計すると大抵はなんかもうまずなんか外部から見てどういうこう姿であるべきかみたいなものを考えたりするので、そこでまあちょっと整理できるっていうのはメリットかなと思ってます。まあ、後からね、純粋仮想関数になりうる部分をリファクタリングで分離するっていう方法も、まあ、あるにはあるんですけど。まあそうですね、そうですね、その、なんでしょう、まあ、組み込みの、まあ、規模感にもよると思うんですけど、そんなにでかいボリュームではないので、そうなんですよ。後で、その、要は自己自のリンクとかではないので、まあ、そうで要すは、ね。ソースまとめて一気にコンパイルじゃないですか。だから後からコンパイル取る形でうまいことリファクタリングかけるっていうのは、まあ、あるでしょうね。で、まあ、今話したのが、まあ、なんというか、その設計設段計の階話。の話。で、理科実験、設計まあ、の話。ただ、まあ、テンプレートの話はちょっと設計に含まれてはいるんだけど、まあ、ちょっと今話しなかったんですけど、で、その次に、まあ、さっきなんかちらっと言ってた、その実行時の、その効率はどうなのみたいな話になるわけなんそうですですね。けやっぱど、りね、実行時に組み込みで最も気にするのは、V テーブルですよ。そうね。V ラテームブルラムあね。んまり使いたくないっていうのがあるんで。V テーブル、そこで言ってるラムっていうのは、V テーブル自体は、ラムを消費しないと思ってるんですけど、それはどうですか？まあ、それはまあ、ね、さっきローのダーそによるかのなと思ってるんだけ難ど。しいところですね。その僕自身は、まあ、今の話の流れで言うと、その継承での実装は実際にはやっています、現実ね。ただし、ラムに、その関数のポインターを保持するような、バーチャルは極力使わないように気を使っています。まあ、それであれば、不用意にラムを消費するということはないのかなと。ちなみにどのぐらい消費すると思ってます？じゃあ例えばじゃあ一例を挙げると、そうだな、なんかクラス A があって、そのクラスには仮想関数が1個ありますと。で、そいつを派生したクラス B で、そうオーバーライドしました。果たして、なんかそのクラス B のメソッドを呼び出すときには、まあ、どんな消費のされ方をするかという、要するに何が消費されるのかみたいなのってわかります？単純に関数へのポインターだけなんじゃないですか？まあ、そうですね。で、そのポインターはどこにあるかというと、そのポインターはインスタンスで保持しているっインていスうタンスで考保え持している。まあ、半分正解かな。じゃあ、例えば、もうちょっと言うと、じゃあ、まあ、次のやつを言えばわかる。じゃあ、もう一度今の例をちょっと拡張すると、クラス A に2つの仮想関数がありますと。で、クラス B に、その2つの仮想関数を継承した関数がそれぞれ定義されてます。果たしてクラス B を使うときには、どのぐらいのその余分な容量が
消費すべきメモリがありますか。もう単純に関数2つのポインターじゃないですか。1つですね。あ、1つなんですか。そう、だからみんな勘違いしてるんですよ。どういうことかというと、1つは、V テーブルへのポインターなんですね。V ポインターってやつです。この片側だけ切り替えることができないから、うん、クラスごとに関数ポインターの一覧がどこかにあるという。その通りです。まあ、か、あの、逆に言うと、こう、なんていうか、変える必要がないですよね。実行時には、その、今、クラス B のインスタンスをもし保持してるんだったら、もう、そう、クラス B に対するメソッド1、2の呼び出しは、1はこれ、2はこれってもう決まってるので、なので、その、なんか、なんというか、メソッドへのポインターのセットが1個だけあって、そこへポインターが1個だけ指してるって状態なんですよ。なので、あの、仮想関数を含んでる場合と含んでない場合って、その V ポインターが余分に消費1個消費されるか否かだけなんですよ。結構ね、これ勘違いしてる人多いので、僕はなんか別になんか組み込みでも仮想関数使いたきゃ使えばいいんじゃない。あの、増えるのは、あの、 V テーブルは増えます。ただそれは、あの、組み込みで言うなら、例えばロム領域に配置すればいいんじゃないのみたいな話で、あの、じゃあもちろんロム領域で V テーブルの分は消費するんで、それで問題になるケースももちろんあるのは分かってるんだけど、今の話でしょ、インスタンスに掛け算されなくて、クラスの数によって増えるから、そういうことする。クラスの数が膨大じゃなければ、その心配しなくていいよっていう話、そういうことです、まさにそういうことです。そこさえ知ってれば、それほどなんかケースによるけど、なんか、あ、今から作ろうとしているその IoT 向けのなんか、あの、プログラムでそれが問題になるかどうかって多分なんとなく想像つくじゃないですか。あ、いや、まあ別に使っても問題ないかなみたいな、まあ、そういう判断ができるかどうかってことかなと思います。ですよ、自分で今言っときながら、あの、いかんない、この話すごい逸れちゃうんですけど、その使うその、まあ、フラッシュとかラムの領域ってすごく神経質に気にするんですが、その実際の使ってるデバイスによってその神経質に見なきゃいけない度合いっていうのは違うので、そう判断できるかって言われると、やっぱりね、あの現実は、その、なんて言ったんですかね、その言語とかライブラリの性能とはやっぱ違う面で、なんか必要なスキルの部分がある。まあ、多分僕の基準で考えると、結局ターゲットプラットフォーム何使うのっていうところで大きく違ってて、もうラズパイならまあ関係なく使えばいいだろうって話と、それから、まあ、例えば ESP32 みたいなのだったら、まあ別に IoT だけど使っていいんじゃないの、それなんかロム領域に配置しても別に問題ないんじゃないのと思うし、これが AVR になると、いや、ちょっとシビアに考えないといかんよね、もしかしたら入らんかもしれんねみたいに思ったりもする。まあそういう世界かなとは思う。なんか最近、これもどうでもいい話なんですけど、最近ちょっとね、ハマったというか、のが、その、割り込みハンドラーで MROC が呼べないっていう。あ、もちろん呼べないですね、はい。で、ただ、その、デバイスによっては、その別にいいじゃんと僕は思うところもあって、そこまでその応答速度気にしないんだったら呼べた方が便利だしとか思っちゃうんだけど、それは、ちょっと待って、今のはなんか僕は微妙だと思っていて、では MROC、要は他の通常の処理で MROC 処理中に、割り込みハンドラーで MROC の処理を続行するのが多分できない仕組みだから、そうそう、あの、再入門だね。類似の機能があってもいいんじゃないかなと僕は思ってる。はい、あの、そういう割り込みハンドラーのその許されるべきその割り込み処理時間を超えないんだったら別に MROC したっていいじゃんって僕も思いますよ。あの、もちろん、あの、ま、MROC を呼び出せるようなそういうそのファームウェアというファームウェアの実装というかそういうんだったら別に構わないと思って、僕はそれは僕も思ってます。で、その辺はね、はい、割とね、あの、もう完全に話されてますけど、はい、あの最近こう気にしてるトピックで、はいはい、Linux のカーネルとか結構工夫されてるなみたいなのがあったので、またどっかってタイミングで。まあ、僕、Linux とカーネル触ったことないか分かんないけど、Windows で言うなら、Windows にもなんか動的にメモリをこう割り当てるその API があって、で、それはその Windows のカーネル内でそのプライオリ、
なんだっけな、もう名前忘れちゃったけど、現在のその実行しているプライオリティ、なんて言ったらいいのかな、実行レベルと言ったらいいのかな、なんかそういうのがあって、で、あるレベルを超えると、それはなんか要するに、今の会話で言うとこの、その割り込みレベルに近い、要するにもう、いろいろやるのに制約があるっていうような状態に近づいていくんだけど、まあ、その制約の範囲内だと、なんかこう、ひょっとすると割り当てに失敗するかもしれないけど、もっと緩いレベル、要するにユーザーモードに近いレベルであれば、なんかこう割り当てはいつでも、なんかユーザーモードのメモリ割り当てと同じような感覚で使えますみたいな制約とかがやっぱりあるんですよね。一番近い、なんかその割り込みから、発生するハンドラーの一部として動くようなシチュエーションではもう、そういう、なんか動的割り込みとか全然使えないんですけど、まあやっぱりレベルがあるので、まあ使えるときには使えばいいんじゃないのみたいな まあやっぱり思僕ったりしね、ます。ちょっと詳しく知らないですけど、その見ててちょっとおっと思っているのが、そのまあずっと迷っているその OS レベルの、まあ、RTOS とかね、まあ、一般的なスケジューラーのレベルで動いているのに対して、そのハードウェアレベルで割り込みハンドラーがあるじゃないですか。ハードウェアレベルで他をブロックしちゃうので、そのもうとにかく保証時間内で割り込みハンドラーを終わらせなきゃいけないんだけども、先ほど言った通り、そのアプリケーションによって許されるレベルの度合いは違うと思っていて、その間というかね に、その、遅延実行させるような仕掛けが、まあ、Windows もあると思うんですけど、そうですね。ありあまのあす。たりがその組み込み系あまりないなと思ってて。そう、ないですね。ほぼ割り込みハンドラー直書きで、なんか何か実行しようとするみたいな感じになってるのそがれが普通結だ構と。つらい。まあまあ、そう。基本的に辛いが2つあって、実際に作るときに辛いのもあれば、そこまで理解を及んでいなくて、なんかよくわからんけど割り込みハンドラーでやるみたいな、2まあ、つあります。いや、それどっでちもも辛いな。別に自分でそうするわけじゃないからいいんじゃないの？そう、他の人がやったコードのメンテナンスが辛いって話です。ミスリードになっちゃうので、もうちょっといい方法を提供できるんじゃないかなと思ってるんです。誰がミスリードわする？かりやすい例で言うと、アルディーノでボタンを押したら UART でなんか吐くとかっていう時に、ボタンっていうのを早く反応させるためには割り込みハンドラーでチェックしてやるよねって、いや、割り込みハンドラーで UART やめてくださいってなるみたいな、そういう それね、でも、もうなんまあ、か、いや、僕らもちろんどうすべきかもわかるけど、だけど、なんか、それ、初心者の人、わかんないですよね。なんか、どうすべきかみたいなね。確かに難しい問題ではあるな。だから、じゃあどこまで、そんなところまで、まあ、アルディーノで、プラットフォームでなんか提供するのかっていう、まあ、疑問はあるけれども、かなりの、混乱じゃないけども、ちょっと無駄な、もったいない動きになってるのかなと。これはね、まあ、アルディーノの話が出たから、アルディーノの文脈で言うなら、まあ、アルディーノのその生まれを考えると、どんなことのためにアルディーノが生まれたかってことを考えると、ちょっと酷な話ではあるけど、僕はなんか今の話は、そのライブラリで十分解決できるレベルだと思ってる。それもしかも、そのオーバーヘッドをそれほど要求しない。要するに、なんかそのライブラリだけですごいでかくなって、結局ユーザーが書けるコードがほんのちょっとになったっていうんだ、本末転倒なんで。でもそういうレベルでなくても十分なんか、そういうとこを安全に担保できるような、そのライブラリを作ることは、まあなんか十分可能だとは思ってるんだけど、多分、まあそういうことは多分彼らのプロジェクトでは関心がある人はいないんじゃないかなっていう気はしている。だからまあ今に至ってもまあそういうとこ放置されていて、なんというか、ある人はこうやってやればいいんじゃないの、ある人は別にハンドラーの中でマルクを呼び出せばいいんじゃないのみたいな、なんかこうぐちゃまあ、ぐちゃなアことルディになっノてんのみかたいな。ですよね。多分アルディノとしてもその普及したので、その使われ方がまあ増えちゃって、まあまあ、まあそういうとこあるんね。まあしょうがないかなと思ってるけちっちゃい先ほどの AVR のレベルからど。32ビットでワイカムまでカバーしちゃってる。まあね。また幅触れちゃって、つらい、うちもいつらや、いですけど、なんかほんとつらいです。上質で非常にコンパクトにまとめられた、そういうことを安全に担保できて簡単に実装できるライブラリっていうのは十分可能だと思ってるんですけど、それほどしかも難しくはないけど、ただ、
なんかこう今僕らがその話したようなその課題を十分理解してる人なら設計できるけど、でもちょっと難しいかなっていう気がする。お金くれれば僕やるけどね。まあだからね、うん、結論としてはなんかそういうところがなんかこうなんかこう十分にそう知識が行き渡ってなくってこうハマってる人が次々となんか定期的に発生するみたいなこう状況はまあしょうがないかなっていう気はしますね。若干ちょっと話を戻しちゃうんですけど、はいはいはい、先ほどその V テーブルの話って、はいはい、僕も今聞いてああなるほど確かにそうだよねと思ったんですね、うんうん、一方で、うん、なんかあまり見かけたことなくて、そういうその説明文、僕が勉強不足で、僕は V テーブルで関数ポインターでみたいなのが、その、いや嘘かもしれないよ、ただこう頭の中でこう想像で作っちゃってたかもしれないですけど、うんはいはいはい、正しい形で表現してるのって、なんか見かけなったことないなと、ちょっと僕が主にだよ、これはなんか僕が勝手に思ってることなんだけど、その辺の知識ってね、もう20年ぐらい前に通過しちゃってるんですよ。要するにオープン系で活動してた人たちは20年前にその問題に遭遇してるんですよ。で、そこでこうなんて知識共有されたから、だからその辺を C++ でこうなんかサバイバルしてた人たちはみんなもう当然の知識として知っている。まあ僕もそうなんですけど、でだから今更かこう話題にも上がらないというか、でまあでもですよ、でも今からなんか C++ でその オープンサイトの、まあ、例えば Linux で C++ の開発、まあ今だと Qt とかでやりたいと思う人がいるかもしれないけど、そういうところから入り始めた人はやっぱり近くにそういう経験をした人がいるので、ああいや実はなんかその V テーブルというものがあってだなみたいなことを親切で説明してくれる人というのは結構身近にいると思うんだけど、多分ね IoT の方にはいない全然いないんですよ。うん、で IoT の人たちはどうして、まあ、こんなこと言い方するとあれかもしれないけど、どうしてたかというと、まあ、20年前っていうと、もう非常に泥臭いコードをアセンブラで書くか、まあ、C をやっと使う人が出てきたか否かみたいな、なんか話なんで、そういう知識共有って全然、なんていうの、実験して把握したとか、あるいはなんかこう書籍を読んで十分把握したみたいな人っていうのは全然いないので、なので、なんか IoT 界隈で重鎮って言われてる人がなんかそばにいても、なんか気づけないんじゃないかなと思ってるんですよ。そうそう。これも、その、今、C++ の例ですけど、うん、その、ちょっと何年か前ですけど、はい、その、前職の時の、はいはい、新入社員の子に、うん、IP アドレスって何ですかみたいな。出た衝撃的な。定期的に TLO に行くの、そうだ。ない時から知識が積み上がってるんで、その気づいたら高い山に登ったんだよね。うん、そう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 。で、一方、その令和生まれの、ね、子とかね、令和生まれまだ数歳だから。はいはいはい。まあ、それはちょっと無理あるよね。うん。いや今本当大変だと思うよ。なんか昨日もなんかタイムラインで見たけど、なんか新人にそのなんかネットマスクの説明からしなきゃいけないのかみたいなのが書いてあって、いやまあわかるなこれはみたいな、ちょっと思ったんですよ。そのまさにそうですね本当に。で IPv6 の話をなんかわからないやつに説明しろって言われたら途方に暮れますよまず IPv4 というのがあってだなみたいなことをしなきゃいけないのかみたいな話ね。それはね、ほんとよくわかる。だから最近ね、買ったね、イーサネットのハード本にもね、はい、まず、イエローケーブルの。イエローケーブル、実物を見たこともないって人はほとんどだろうな、今な。で、今のイーサネットって、果たして衝突検知って。ああ、そうね。うん。これ衝突検知って何みたいな確かにわからないよね。うん、わからんよね。そりゃそうだよな。ダムハブなんてもうないしね、ほとんど。特殊な用途以外には。完全に話がそれちゃったけれども、うん、そうですね。あ、今のその、いや、V テーブルの話面白いな、はい。うん、はいはいはい。なんかないかなと。まあおすすめはその要するに20年ぐらい前に発行された書籍、まあもちろん新刊とかもないのでそういうのは漁るぐらいかな僕がね、僕がその辺を
いわゆる完全に理解した怖いみたいな感じになったのは本はあって、ちょっと待ってよ。あれだ、イヤホンがあれだ。コムの本？はいはいはい、うん、本ありますね。うん、エッセンシャルコムっていう本があって、あれの第1章かな、あれの第1章が、その、なんて詳しい説明までは踏み込んでないけど、なぜなんか必要、こういうことを考える必要が必要があったのかみたいなことをなんか詳しく掘り下げていて、なんかそこはすごいいい話だなみたいなのはちょっと思いましたね。あと、そんな書いてありましたっけ？そう、第1章はね、そのさっき、それもあれですよ、ちょうどさっきのその純粋仮想関数がなぜ必要だったのかみたいなものにもちょっと触れてるので、なんか、全然記憶にないな。エッセンシャルコムですね。うん、買いましたよ。あ、そうですか。なんか白にちょっと青いラインが入ってるやつですね。あれですよ、うん、あそこ。どこですか？審査会で、はいはい、ミーティングやるときに買いましたよ。ああそう、コムのすべて、コムのすべてですね。聞いてる人分かんないかもしれないですけど、うちの、センターシリアルのそのミートアップでコムのすべてというのをだいぶ前にやったんですけど、その時の話ですね。あの時なんか全国から人来てましたね。そう、なんか僕はなんか全然そのつもりはなくて、まあ人も来んだろうなとか思ってたらね、なんか怖い人たちがね、えらい遠方からわざわざやってきたんですよね。今見るとだいたい1万円ぐらいで売ってますね。ああ、やっぱいい値段するんですよね。まあ一応バイブルの一つですからね、コムの世界で言うと。もうちょっと後で見てみます。はい、全然気づいてないな、そんな。ちょっと、じゃあ話を戻しますが、うん、今の継承の実行時のパフォーマンスに関しては、うん、まあゼロではないけれども、そんなインパクトないはずだと。うん、そうですね。インスタンス増えても関係ないよと。うん、まあ、あえて強いて言うならば、その V テーブルがどれだけ増えるかみたいな話ですね。うん。うん、まあそういう意味は、じゃあ、まああんま関係ないかな。あんま関係ないでやっていきます。うん、ちょっとね、もう細かいんですけど、エンベッドでコールバック関数登録するときに、うん、はいはい、まあ、ちょっと不思議な指定をするんですね。はあ、インスタンスとインスタンス内の、メソッドのポインターっていう指定の仕方するんですけど、はあはあ、多分その辺もなんか違うな。この話はあんまり関係ないな。それはあれじゃないですか、なんか仮想関数とは別に、まあ、例えばなんかクラス A の中のそのインスタンスメソッドがあったとして、メソッド A があって、 A のメソッド A を呼び出すには普通なんかインスタンスが特定されなきゃいけないから、そのインスタンスへのポインターと、うん、それからメソッド A のポインターの2ついるって話ですよね。そうそうそう、うん、別々渡すんですよね、はい、そうそう、まあそれはしょうがないですね。まあ、ですね、うん、そうそうそう。それをね、なんか急に思い出した。それね、C++ の文脈で言うと、そこに仮想関数入ってくるとややこしいことになるんですけどね。まあ、これ収束しなくなっちゃう。そう。そうなん。なので、まあまあ、ちょっと、はい、まあ、はい、置いときましょう、はい。まあ、そういう特殊な状況じゃなければ、なんか今言ったような、なんかその V テーブル A のポインター、いわゆる V ポインターがそのインスタンスに、プラスそのポインターの分だけ必要になりますよと。その派生するさまざまなケースは除外すればそういうことになります。はい、なんかだいぶ理解しました。はい、いいですね、もうプロフェッショナルですね。継承と、はい、怖い人と言ってないじゃないですか。継承と何だったっけみたいな、インターフェースね。あ、はいはい、継承のインターフェースね。なんとなく、はい、その、実行時のイメージが湧いてきました。はい、で、先ほどのツイートでは、はい、その松井さんの方は、うん、組み込みは継承じゃなく、うん、テンプレートでっていう話です、はい、はい、そうですね。はい、その通りです。で、ちょっとテンプレートの話に行こうかなと思うんですけど。はい、はい、いいですね。テンプレートって僕のそのざっくりしたイメージだと、はい、コンパイル時に、うん、まあ、自動的にコードが生成される。うん、
なんかすごいざっくりした言い方ですね。まあまあ、本当にアバウトに言うなら。に応じて、まあ、コードが生成されるっていうような、イメージを持っています。そうですね。なので、先ほど言った、その僕の勘違いしていた V テーブルみたいな問題っていうのが、まあ、全く出ないからいいよねっていうふうには思ってます。そういう文脈でテンプレートをしていたのか、いや、ちょっともっと違う意味があるのか、このあたりはなんかどうですか。いや、もうほぼそれで正解ですね。なるほど。まず、テンプレートはその今まさに言ってた通り、そのコンパイル時に解決されるので、なので、その V テーブルはもちろん V ポインターも使われないから、全部スタティックに解決されるはずなんですよね。まあ、強いて言うならば、なんかそのさっき言ったように、そもそもクラスのインスタンスメソッドは、そのクラスのインスタンスへのポインターと、その関数へのポインターの2つが必要になるので、まあ、そういう意味では、まあ、少しコストはあるけど、それ以上のコストはないってことになりますね。で、あと、まあ、テンプレートで書くと、まあ、テンプレート以前にテンプレートがあんまり流行ってなかった頃とか、まあ、そもそもテンプレートがなかった頃っていうのは、まあ、同じようなことをやるのに、C の、プリプロセッサー、要するにマクロ展開をやることが多かった、まあ、今でもやる人は多いと思うんですけど、何でしたっけ、はいはい、MFC とかでもなんか、そうね、もう、まあ、その話はやめといた方がいいよ。で、っていうのと同じような感覚だと思ってもらえばいいです。じゃあ、その、プリプロセッサーのそのマクロ展開とテンプレートと何が違うかっていうと、テンプレートだとその展開した結果について、その型の整合性についての検証がコンパイル時にコンパイラーによって行われるので、なので、まあ、なんかよりこう具体的な、例えばなんかミスった場合に、具体的なそのエラーの検出とか、まあそういうようなことができる。っていうのはまあ一つ大きいかなと思う、ね。あとはまあなんか型に合わせてそのオーバーロードの関数が自動的にいいやつを選択してくれる。要するに型が合致するものを選択してくれるとかいうそういうメリットもあります。うん、っていうのがまあ大きいところですね。で、もしその今例えばその継承でその仮想関数使って実装してるやつを全部テンプレートで書けるとすると、そのさっき言ったようにその V ポイント V テーブルももちろん生成されないし、それから、実行時に V ポインターも消費しない。もちろん V テーブルがないから、それはまあ、IoT で言うなら、そのロム領域をそれだけ消費しないっていうのが、なんかメリットになるってことになります。でね、まあ、ちょっと設計の仕方にもよるとは思うんですが、うん、その、まあ、いわゆるテンプレートでこう、テンプレートで渡す、その型の種類がまあ増えると、うんうん、まあ、結局のところコードがまあ膨れるので、うん、そうその辺とのバランスなの、うん、そうそう、今ちょうどその話をしようと思ったんだけど、大抵ね、テンプレートの話をするとそういう反論が出てくるんですよ、うん、で今からそれを壊そうとしてるんですけど今のコンパイラーね、本当に賢いんですよ。まあ、賢さは様々にある。要するにコンパイラーの最適化機能のことなんですけど、想定してないかもしれないですけど、例えば最適化を有効にしてその C++ のテンプレートのコードをコンパイルするとするじゃないですか。で、そうすると例えば なんか人間の目で見て、あるその関数 A とある関数 B が、まあ、テンプレート展開の結果全く同じこうアセンブラのコードが出たとするじゃないですか。で、普通それってそのリンクするとその全く同じコードが2箇所に別々のアドレスに配置されて、で、実行時にももちろんそれらが別々に呼び分けされるわけですよね。 A を呼び出せば A のところ行くし、 B を呼び出せば B のところ行く。でもね、今のやつはね、利口なので、それね、全部一つにマージされます。それは何で判断してるんですか？それはね、コードのビット列が全く一緒であること。コンパイルしたその結果、まあ、関数単位で、うん、同一かどうかチェックされる。そうそうそう。だからね、それ何言ってるかというと、全然関係が、一見関係のなさそうな実装関数 A、B があって、それらがテンプレート展開された結果、全く同じコードが出ても、それも全部一つになります。テンプレート展開、コンパイル結果が一致かどうか。うんうん、そう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 。コンパイルすると、バイナリーになるじゃないですか、うん、アセンブリコード。
それが完全に同じかどうかですね、そのメソッドごとに、関数ごとに完全に同一になっていると、それらは一つにマージされるので、あの最適化を有効にしているとデバッグは非常に確かに困難になる。あの一見こう例えばステップ実行していくと全然関係のないメソッドというか関数の呼び出しなのに、なんか同じところへ行ってなんか全然関係ないものを実行しているように見えるんだけどみたいになるんだけど、だけどそれは なぜかというと、はい、そうか、あのビット列が一緒ってことはもうそれ一緒にすればいいじゃんっていう考え方で一緒になります。でね、これ恐ろしいな。でこれ何があのこれのなんかメリットと言っていいのかあれなんだけど、どういうことかというと、実務的には、まあ、例えばよくそのやっぱりなんか批判的な話でやり玉に挙げられるのは、あのスタンダードベクターとか使うじゃないですか。要するにあのリストの管理として楽なので、うん、でスタンダードベクターイントとかスタンダードベクターなんかダブルとかスタンダードベクター、うん、まあダブルはいかんな、ロングとダブルかな、あ、うん、ロング、うん、まあ、あの例えば、まあ、イント64とダブルか、イント8とか、ね、うん、そういうのを作るじゃないですか、いろいろ、うん、で、それらはその、まあ、実際に値を取り出して計算するところはもちろん変わっちゃうからいけないけど、でもそもそもそのエレメントの中から値を取り出したり値をセットしたりとかそういう部分と全く同じコードになるはずなんですよね。うんうん、あのまあちょっと86だと微妙なとこあるけど、ダブル使うとインタソーサーで済ませられるような範囲内だったら、うん、まあ、同一になる、そう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 、ね、うん、まあ、でかつてなんかそのなんかバーンとそのあのコードのその実際のそのバイナリーのサイズが膨れ上がるから、だから C++ のテンプレートは良くないって言ってた人たちの話ってそっから来てるんですよ、うんうん、だけどもう今やそれは問題にならない。ちなみにその、そういう展開をするコンパイラーで、うん、その例えば GCC だとどのあたりからこうやってみたいな、はい、どうなんだろう、そのまあちょっと上げ足を取るつもりはないですけど、うん、まあ、組み込みで使われてる、組み込みって言っちゃダメかな、まあ、ホビーユースで使われてるそのものの IoT デバイスのコンパイラーって GCC 使ってる場合が多くて、はいはいはい、かつなんかバージョンがめっちゃ古いとかね、いわゆる4あたりとかね、よく使われてる、うん、なのでそういう意味ではそのいやバージョン上げるこう、理由の一つになるかなと、はい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 、ちょっとね僕もね検証したいなと思ってたことはあるけども、どうなんだろう、読んでもやってるのかな、まあ、それはあのあれですね、ググって自分で調べるわけ、あ、まあそうですねあのちなみに VC はかなり昔からやってます、 VRC はうん、あのなんでかっていうと、ビジュアル C こそがそのテンプレートのライブラリとしての地位を押し上げたあの張本人だと思っていて、うん、要するにみんななんかシンプラプラに否定的な時でも結構熱心にやってたんですよ。MFC があんだけもうボロボロで貸すみたいな実装でも、でも彼らはまずそれでシンプラプラに取り組んで、それから ATL みたいなそのあのアクティブテンプレートライブラリみたいな、ああいうものをそのプロダクションベースに上げるために自分たちのビジュアル C をその C++ をそのテンプレート対応にするのすごい熱心にやってたんですよ。なのでそのレベルで結局それをなんていうんです、商用レベルで使い物になるようにしようと思うと当然そういう問題が出てくるので、なんかそういう最適化機能っていうのはかなり早い段階からもう取り込んでて使えるものになるようにしていた、うん、っていうのはあります。